なんだ、僕を祝いに来たのか。一応礼は言ってやる。何？プレゼント代わりに今日はいくらでも若様の話を聞くだと。なんということだ、貴様。僕の喜ばせ方をよく分かっているじゃないか。そうと決まれば今すぐ腰を落ち着けられる場所へ行くぞ。